10月21日、多摩川の河川敷で平成30年度調布市総合防災訓練が行われました。この訓練は調布市内で震度6弱マグニチュード 7.3 の地震が発生したということを想定し、地域住民の自主防災能力の充実と各防災関連機関の連携強化を目的として調布市が実施しました。地震です。地震だ、避難しましょう。地震だ、安全な場所を探しましょう。丈夫なもののそばでじっとしていてください。地震が収まりました。会場には消防庁、警視庁、医師会など41団体から合わせて487名が集結。親子連れの市民1500人も参加して、さまざまな体験や訓練が行われました。すごいいっぱい作んだね。見て。これ何だ。やめ。はい。はじめ、はい。おお、すごい。総合防災訓練を終了します。2時間にわたって行われた防災訓練は無事終了しました。防災関係各区間の皆様、そして多くの市民の皆様方にご協力いただきました。心より感謝を申し上げます。災害はいつやってくるか分かりません。準備はできていますか？過去の災害において救出された人の 75% が地域住民によって救出されています。私たち一人一人が自分の命は自分で守る、そして共に助け合うという意識を忘れずに、みんなで災害に備えましょう。